どうもー。はい、1月30日でございます。1月30日、1月も刻々と今日と明日で1月も終わろうとしております。はい、おやおや吉谷さん、まあ、昨日で 3N アフリエイト販売終了したんですけど、あれ、おやおや吉谷さん、なんかまた YouTube の話してるぞと。はい、お気づきでしょう。再販です。再販しますよ。でも1日だけね、明日だけ、31日だけちょっと再販します。まあ、これいつもそうなんですけど、まあ、この前もあったんですけど、まあ、昨日もそうですけど、やっぱのこの販売終了間際にこういっぱい入ってくるんですよ。で、販売終了して受付終了しましたってするじゃないですか。いや、吉谷さんと吉谷さん、今回買えなかったですと、なんとかなりませんかみたいな。もう結構案内してるよと、1週間ぐらい案内してましたよね。ちょっと早めに決めてほしいなと。いや、僕もね、毎回最終日、僕一人一人動画撮ってるわけですよ。で、毎回ブワーって最終日来るんですよね。結構大変なんですよ。どうせ申し込むんだったらもうちょっとバランスよくできないかなっていう。毎回来ますからね、毎回吉谷さんと、この前のやつもう一回これできませんかってお問い合わせ来るんですよ。で、1日だけですよ、本当に1日だけね、31日だけ、再販するんで、もう本当に買っといてください。本当に興味ある方はもう買っといてください。お願いします、ね、興味ない人はもう買わなくていいですよ。買わなくていいんですけど、興味ある人は、ちょっとね、やっぱ僕もお問い合わせ来ると無限にできないんで、お願いします、お願いします。あ、じゃあ3日、今回3日だったからね。あ、そうだそうだ、今回3日限定だったからな。まあ、しょうがないかな、はい、3日限定でしたからね、今回のオファーが。はい、ということで、明日1日だけ、まあ、1日あれば申し込めますよね。1日あれば申し込めると思うんで、まあ、明日、またご案内、します。明日ですよ、明日。準備も僕ちょっと書き換えるだけですから、レター。はい、で、まあ僕がね、いくら動画撮っても買いませんっていう人もいてると思うんで、まあ、引き続きコンテンツの方をちょっと作っていこうと思うんですけど、今回のテーマがですね、 YouTube の、ちょっと長いです、 YouTube の規約変更がされても稼ぎ続ける方法です。 YouTube の規約変更があっても稼ぎ続けられる方法です。続ける方法、これなんでテーマにしたかっていうと、まあ、昨日かな、ハイボール研究所っていうのをやってるんですけど、僕で昨日もやって、で、その、まあ、今回 3N を買っていただいた方の中に多分 YouTube をすでにやってる方がいたのかな。で、今回のその規約変更でもう一気に収入が下がったっぽくて、まあ、それでなんかその相談があったみたいですね。まあ、ゆっこさんっていう人なんですけど、まあ、ゆっこさんにその人がこうなんか相談があったみたいなんですね。まあ、YouTube でこういう規約変更あって、なんか YouTube やってたのかな。で、まあ、そのゆっこさんに相談があって、で、吉谷さんをなんか勧め、吉谷さんっていう人いるよみたいな感じで、それでなんか買ってくれたみたいな、ハイボール研究所でゆっこさんこう言ってたんですけど、ね、この YouTube の規約が変更されても稼ぎ続ける、まあ、今後間違いなく YouTube 今後また規制が入ります。規約変更必ずあります、必ずあります。これなんで必ずあると思います？これは歴史を見れば分かることなんです。 Google のアルゴリズムも毎回変わります。なんとかアップデートとかね、それでなんかちょこちょこやってた人が一気に県外に落とされて、で、ダメになるっていう、ね、だから YouTube に関してもこれからどんどん、規制を高めていきます。で、まず一つこれお伝えしたいのが、ですよ、小手先のテクニックはもうすぐ通用しなくなるということです。小手先のテクニックは通用しなくなる、OK ですかね、小手先のテクニックは通用しなくなると。まず、まあ、本質はですよ、なんで小手先のテクニックは通用しなくなるのかというとこなんですけれども、将来ですよ、 Google が求めてるところは YouTube っていうプラットフォームを貸して、何をしたいのかっていうと、
YouTube を見て面白いなとか、あ、この YouTube ってすげえいいなと、要はアクセスを YouTube 集めたいんですよ。あの Google さんは YouTube にアクセスを集めたいんですよ。じゃあ例えばですよ、例えばじゃあそのアクセスが YouTube に来た時に、そこに表示されてる動画がね、動画があの完全なるお金目的だけの、動画だったらどうですか。完全なる、これまあ完全ちょっとお金目的だろうみたいな動画ばっかだったらどうですかね。要はテレビ番組回しても、テレビ番組回してもクソつまんない番組だけだったら見たいと思います。いっちゃん、じゃあ NHK ずっと見たいと思います。まあ NHK 好きな人もいますけど、 NHK ずっと見たいと思います。24時間 NHK、 もうテレビ番組、このテレビ買ったら NHK しか見れへんと。まあおじいちゃんおばあちゃんの方がね、 NHK ずっと見てるかもしれないですけど、もしテレビをじゃあ50プラ、あのプラズマじゃ古いな、有機 EL、 有機 EL の100インチのテレビめっちゃ買いましたと、200万ぐらいね、200万の有機 EL のテレビ買いましたねと、こうめっちゃ画質ええねんとね、めちゃめちゃ最新の有機 EL、 もうこの出てくんじゃねえかみたいな。だけどそのテレビで NHK しか見れなかったらどうすか。番組 DVD もダメ、ブルーデイもダメ、ネットもできない、もう番組 NHK のみ、どうすか。その最新のスペックですよ、最新の有機 EL50 インチ、いや100インチにしましょう。だけど NHK しか見られなかったらどうすか。きつくないですか。きついですよね、きつくないですか。だから要は Google がこれからやることっていうのは、まあ今までその YouTube っていうのを広めるために広告も、2年前ぐらいに YouTuber を使って広告塔にして、 YouTuber を広告塔にして YouTube やろうぜっていうことで、そのコンテンツを作る人を大量にこう排出するように、広告展開しました。 YouTuber っていうのは好きなことをやって、生きていけるよっていう CM を打って、 YouTuber になろうぜみたいな。で今 YouTube アカデミーみたいなの YouTube がやってるんですけど、だコンテンツメーカーをこう量産してるわけですよ、 YouTube いいよって。でそれで今もうブワーッと YouTube の動画をアップする人が増えたわけですよ。まあお金目的ですよね。でそのお金目的で入ってきて、まあもうそれでもういっぱい動画がこうコンテンツが増えたわけですよ。だからコンテンツがいっぱい増えたから YouTube のトラフィックも上がってったわけですよ。面白いコンテンツあるぞと思って、で YouTube にアクセスしていくんですよ。だけどまあいろんな人がいますから、そのお金目的だけでね、 YouTube を作ってね、あの小手先のテクニックだけでその YouTube をねこうやってる人もいてるわけですよ。でそのまあいろんな動画いっぱいあるわけですよ。で YouTube さんは今後もうプラットフォームはだいぶそのなんだもう出来上がったんで、今度やるところはそのプラットフォームを整備するってことですね。もうだいぶ広めたから、だいぶ広めたから、もう YouTuber とか YouTube いいよっていうのは広めたんで、あとはもう YouTube の中を、プラットフォームを、整備していく。で、できるだけ質のいい動画を残していくっていうことをやっていきます。今後ね、間違いなく。だからこういうさあの直近でチャンネル登録者数1000人いかないとダメだよとか、再生時間がある程度ないとダメだよっていうようなルール変更をしたわけですよ。これは、ウェブページとかも一緒ですよ。要はそのチャンネルが面白いチャンネルなのか、まあそのサイトが本当に面白いサイトなのか、滞在時間を見てるわけですよ。じゃあ一つの、まあ全部ね目視できないので、一つの指針としてチャンネル登録者数がまあまあある、1000人ぐらいある、さらに再生時間もまあまあされてるということは、このチャンネルは結構ニーズがある、結構その面白いチャンネルなんだなっていうことで、じゃあちゃんと運営してるから、ちゃんと運営してるからいいよと、広告出してもいいよっていう、わかります、一つの指針ですね。だ今後もその一つの指針が、あの例えばチャンネル登録者数2000人じゃないとダメだよとか、再生時間もっとしてないとダメだよっていう、規制が入ってくるかもしれないです。でもあまりに規制を高めすぎると、新規で動画をアップロードする人が少なくなってくるので、まあこれは Google が、まあ、様子を見ながらって感じですね。だから今後はね、小手先のテクニックが通用したくなるわけですよ。でじゃあ何を吉谷さん YouTube でこれからやっていけばいいんですかっていうところなんですけど、これは僕はあの 3N アフリエイトのまとめでも言ってるんですけど、
まあ 3N はね、簡単なその動画、トレンド動画とね、トレンド動画とか、あとはまあな BGM とかね、あとキュレーションとか、これキュレーション最近追加したの、一昨日追加したの、キュレーション動画、あとなんだ、トレンド、BGM、キュレーション、あと、イベント。イベント、あとは中長期。中長期、あとはなんだ、次元装置ですね、次元装置。まあ顔を出さなくて声も出さなくて、まあこういう動画を作れるよみたいな、まあまたノウハウをねどんどん追加していくんですけど、これの今までの考え方っていうのは、ただこれをアップしてやれば稼げるよみたいなノウハウがあったわけですよ。ね、僕以外にもその YouTube のね、そういうノウハウを販売してる人もいますし、まあ教えてる人もいてるんですけど、今まではまあこういった動画を簡単に初心者でも作って稼げるよみたいな、これは小手先のテクニックなんですよ。で、僕は 3N アフィリエイトでまとめの講義でも言ってるんですけどね、まあここでもちょっと言いますけど、要はこういう動画だったとしても、こういう動画だったとしても何を考えなければいけないのかと、わかります？こう深い、まあ、本質ですね。何を考えなければいけないのかと、こういう動画だったとしてもですよ、何を考えてチャンネルを運用していかなければいけないのかっていうところを 3N で教えてるわけですよ。で、そこの本質が分かれば、そこの本質を分かった上で YouTube のチャンネルを運用すれば、この動画でもいけます。顔も出してない、声も出してない、簡単な動画だったとしても、この本質が分かって理解した上でチャンネルを運用すれば絶対に稼げます。この本質ですよ。それは 3N のまとめで言ってますから、ほとんどの人はこの本質を理解した上でやってないんですよ。で、なんでやってないかっていうと、今まではこれだけでも稼げたからです。この本質を理解しなくても、この小手先のテクニックだけでも稼げたからです。でもこれからはこの本質考え的なこと、ちゃんとメディアを運用する、ね、メディアにファンを作るっていう考え方がないと無理です。でも逆に言うと、その考え方があれば、この動画ですらいけます。まだてか、この動画でも全然 OK です。この本質考え方が分かればね。でもほとんどの人はこの本質の考え方を教えてくれなかったりとか、まあ、知らなかったりとか、理解してなかったりするわけですよ。わかります？この本質です。本質。はい。これは 3N のまとめで言ってますから。うん。見てください。見てください。まあ、ちょっと言おうと思ったんですけど、言っちゃうとね、一応売ってるんで、じゃあそう、無料と有料の違いなんやねんってなっちゃうんでね、そこはちょっと見てほしいなと、はい。で、あとは 3N に関しては、本当にノウハウ、テクニックの部分に関しては、今後もね、YouTube の規約変更があると思いますので、今後もどんどんバージョンアップしていきますよ。ただね、どんな規約変更があったとしても、この本質を理解してれば OK です。間違いないです。で、なんで僕が YouTube をおすすめするのかっていうと、インターネットは僕はずっと10年、13年ぐらいやってきましたけど、YouTube が最強です。なんで最強かっていうと、情報を発信する上でのそのやっぱもうメディアとして考えてほしいんですよ。メディアとして。昔メディアとしてラジオとか新聞でありましたよね。テレビがなかった時っていうのは新聞、ラジオだったじゃないですか。なこれまあよくテレビとかね、時代の歴史で出てくる時ありますけども、力道山、白黒テレビが出てきた時、力道山のプロレスやってる時に、そのなんか商店街に1個だけこのちっちゃいテレビあって、その力道山のあのプロレスをみんな30人とか40人で応援するみたいな、見たことないですか？
テレビが見た出た瞬間に人々を圧巻したわけですよ。すげえコンテンツが出てきたぞと、これめっちゃ面白いやんみたいな、新聞よりラジオよりこっちの方が面白いぞってなったわけですよ。でテレビ業界がブワーっていって、テレビ業界めっちゃ儲かったわけですよ。昔クソ儲けてましたからね、テレビ業界っていうのは。だけど今テレビ業界っていうのはもう破滅になりそうなんですよ。それは何でかっていうと YouTube の存在です。 YouTube が出てきた、あとはインターネットが出てきた。でインターネット、まあ、YouTube 以外にも無料動画がたくさん出てきた、プラットフォームが。でそのことによって好きな時に自分の好きなジャンルを好きなだけ見れるっていう環境が整っちゃったんですよ。テレビの悪いところはですよ、ね、この時間帯にやりますよ、でこの時間帯にやりますよっつってテレビ局が企画したもの、まあテレビ局っていうか、まあプロデューサーいると思うんですけど、その人が企画したものなんですよ。だからその人が企画したものが面白くなかったら面白くないんですよ。申し訳ありません。ドラマも毎回やるじゃないですか。ドラマもやりますけど、その原作を書いた人とかプロデュースした人が面白いものを作れなかったら視聴率上がんないわけですよ。ただし YouTube とかインターネット上の動画っていうのは自分が興味あるものを検索して自分の好きなだけ見れるんです。ここテレビ局勝てないです。だってテレビ局はもうこれが当たるかなとか、これ面白そうかなっていうところをあくまでも制作して提供するわけじゃないですか、ね、だから当たり外れあるわけですよ。だけど YouTube は当たり外れないんですよ。だって検索できるんだもん。検索できるじゃないですか、自分が好きなの見たいやつ、しかも好きな時に好きなだけ、好きな時間に。テレビ局の放送は向こうからの一方通行で、しかも時間帯も決まってますよね。でね、録画もしないといけないじゃないですか、録画もね。じゃあ仕事行ってたら録画しないと見れないですよね。録画めんどくさくないですか。 YouTuber 録画し YouTube 録画する必要ないですよ。3秒で検索していけますから、これ絶対勝てないですよテレビ番組。だから今テレビ局が YouTube に来てるわけですよ。まあこの前、去年かな、草薙剛さんも YouTube をデビューしたの、 YouTuber 草薙みたいな感じでね。どんどん芸能人も YouTube 来ますよ。うん、だからその要はもう勝てないそう、もうテレビ局はもうどう考えても、ただ多分ね、あと10年ぐらいで潰れるんじゃないかなと僕は思います。ただまあバックボーンがあるんでね、バックボーンがいろいろあるんで、大人の事情だったりバックボーンがいろいろあるんで、まあ、潰れることはないかもしれないんですけども、だいぶ危険ですね。フジテレビも今なんだ、テレビ局じゃなくて不動産会社かみたいに言われてますけど、わかります。だからテレビのここテレビの事業で売り上げが上がんないから、違う事業で売り上げ上がんないとダメなんですよ。ただしこれソニーとかもそうなんですけど、ソニーはゲームで売り上げを上げてて、テレビ事業、テレビ全然売れないわけですよ。でテレビ赤字ね、テレビ赤字で、この赤字を負担するためにゲーム作って、ゲームで売り上げ上げてなんとか補填していくみたいな。昔ね、テレビ売れた時ありますよ。シャープの世界一の亀山工場、今亀山工場出てます。昔シャープさんの亀山工場の CM めっちゃ出てましたよ。今亀山工場ブランド CM 出てます。まあ僕ちょっとテレビ見ないんであれですけど、今ねテレビ CM ってあります？テレビを売る CM ないですよね。で多分亀山工場も昔の全盛期に比べると相当閉鎖されたと思いますよ。昔は良かったけど今テレビも、もう売れないですからね、うん、そうそうそう。まあそんな感じで、だからまあ今後その YouTube をやっていく、まあ、YouTube は最強のメディアです。なんだけどもちゃんとした考え方をやって運営しないと、稼ぐことは難しい。であとはこれです。あとはこれ。要はアクセスは、まあ、みんなその YouTube にアクセスは来てるんで、アクセスは集められるんですよ。ただしこのマーケティングというか、この考え方、このやり方を学ばないと今きついです。どういうことかっていうと、これも何回の動画で多分言ったと思うんですけど、その YouTube にアクセスは来るんですけど、このアクセスを外部のアフリエイトですね。外部のアフリエイトに持ってって、ここで収益化ができるマーケティングだったりやり方っていうのを勉強しないとマジで難しいです。逆に言うと、ここをめっちゃ勉強すれば、ここを勉強すれば YouTube のアドセンス広告入れなくても稼げるんですよ。
もう一度言いますね。ここをちゃんと外部ですね、ここからアクセスを YouTube にアクセスを持ってきて外部で収益ができるっていう方法をしっかり学べば、アドセンス収入よりめっちゃ儲かりますよ。なぜならばアドセンス収入って昔に比べると YouTube の広告単価って、これネットでも出てますけど、どんどん下がってるんですよね。どんどん下がってるんです。昔の単価よりどんどん下がってます。じゃあ 0.002 円とかね、 0.01 円の、まあ、僕も広告入れてるんで分かりますけど、単価がやっぱ高いやつと低いやつがもう圧倒的に差があります。だから 0.01 円とかをそうね、しのぎを削ってるわけですよ。いやでも外部で持ってけば一発ですよ。外部で持ってってそのアフィリエイトがこうできるようになる。まあもちろんね、自分の商品が売れればいいんですけれども、まあ、3N アフィリエイトのコンセプトはアフィリエイトですから、自分で商品作れません、自分でサポートしたくありません、じゃあアフィリエイトありますよねと。だから外部でアフィリエイトしていくっていうこの発想考え方、あとはLINE アットに誘導するとかリストを取るという考え方ですね。じゃあそのリストを獲得して、その外部のところでアフィリエイトをしていく、どうすればいいのかっていう、そこの考え方をちゃんと学べば、めちゃめちゃ稼げます。でさらに今回の規約変更でほとんど悩んでます。YouTube のこの YouTube のね、まあここの広告収入だけで稼いでた人、ここの広告収入だけで稼いでた人は今ね悲鳴を上げてます。だってここのやり方学んでないんだもん、知らないんだもん。僕は言いましょう、僕はほぼここです。 YouTube を使ってる理由はほぼここですからね。そうでしょ、商品売ってんだから。これがなんだアフィリエイトの商品なのか自分の商品なのかだけです。で実際にこの何話だったかな、4話かな、4話目ぐらいでその久保さんっていう人いてます。で久保さんは5年前ぐらいにネットビジネスを始めて、全く初心者でしたけど、まあ、そこから始めて、まあ、YouTube もやってるんですけど、今チャンネル登録者数久保さん6000人ぐらいですね。でこの前僕は行きましたけど、YouTube だけで、 YouTube だけでたった1ヶ月で1億550万です。もう一度言いますね、 YouTube だけで1億550万です売り上げ。もう一度言いますね、 YouTube だけで1ヶ月で1億550万ですよ。ここのアドセンス収入で1億稼ぐ、だいぶきついよ。もうトップ YouTuber にならないと難しいですよ、このアドセンス広告で1億は。久保さん 1ヶ月で1億ですよ。それは何かっていうと、 YouTube で集客して、 YouTube の外部で自分の商品売って販売して1億ですよ。わかります？そうそう、だからまあなんだ、稼げるんですけれども、 YouTube は稼げます、稼げるんですけど、このアクセスを持ってきて外部でどうマネタイズするかっていうこの考え方がないと。あとは大事なのは、もうそもそもとしてですよ、そもそもとしてこの YouTube のこの動画に対してどうやったらアクセスを持ってこられるのかっていう知識ですよね。どういうキーワードを入れたらいいのかとか、どういうなトレンドに乗ればいいのかっていう知識がないと、この動画にアクセスが来ないんで、だその知識っていうのはここで学べばいいんですよ。その知識っていうのはね。であとは本質ですよね。こういう簡略化した動画でも本質を理解してれば、チャンネル登録者数は1000人以上いきます。もう一度言いますね、この簡略化した動画でも本質さえ理解してればチャンネル登録者数絶対1000人以上いきます。絶対いきます、本質を理解してれば。でもほとんどの人がその本質を理解してないからチャンネル登録者数も伸びないんです。 OK ですかね。はい、ということで、まあ明日ですね、1日だけですけれども、もうちょっと勘弁してください。お問い合わせはなしでお願いします。もうまあ今回3日だったっていうのもあるのかもしれないんですけれども、毎回ね最終日ね、僕結構、まあ、動画は、まあ、見てると思うんですけど、結構動画ね撮るんですよ。もうちょっとバランスよくちょっとお願いします。バランスよく、まあお申し込みしていただくのはあり、まあ僕もね最後ですよっていう案内はしますけど、もうちょっとバランスよくちょっといただお申し込みいただけると嬉しいかなと思います。もう自動返信メールじゃないんで、僕は決済があって入金があったら一人一人にメール送るんですよ。動画一人一人に動画撮ってるから一人一人に送るんですよ。でそれが一気にガッて来られると
まあありがたいです、ありがたい悲鳴なんですけど、いやもうちょっとバランスよくいいんじゃないかなみたいな。で、あとはその販売終了したら、まあいつものごとく、いや吉田さんまたなんか買えなかったんで販売してくれませんかって来るわけですよ。まあちょっともうお願いします。これは僕からのお願いなんですけど、これだけで1日あれば申し込めると思うんで、31日これ再販しますんで、もし買えなかったよと、ちょっと興味あったけど買えなかったよっていう人はこの日に本当にお願いします。はい、もう当分ですね、これはちょっとまたそのコンテンツとか追加してきますんで、多分当分また販売しないんで、でまたバージョンアップしたりとか、野沢くんのバージョンアップ、野沢くんの講義とかまたバージョンアップしたりとか、新しいものが入ったらまたバージョンアップしましたってことで、また今回みたいにね販売すると思います。はい、とりあえず今このセール、これで終わりです。で、あとは次販売するときは言っときますけど、次販売するときは完全に値上げしてます。申し出ますね、次販売するときは完全に値上げしてます。販売はこれ 3N アフレートは内容いいんで、めちゃめちゃ内容いいんで、コンセプトも顔も出さない声も出さない、しかも初期費用ゼロ、顔も出さない声も出さない初期費用ゼロからお金を生み出す資産を作るっていうコンセプトで、まあほとんどの人が求めてるものですよね。副業でこっそりやりたいとか、顔も出したくない、名前も出したくない、声も出したくない、それでお金を収益上げたいっていうニーズがやっぱありますから、まあ、この商品はまあ定期的にねセールスしていこうと思うんですけど、次回の案内の時は今6900、今ね、今現行で6900、はい、6999円で販売してますけど、おそらくですよ、まあちょっとこれ僕の気持ち次第ですけど、次に販売するときは9800円ぐらいにします。で、9800円のセールスが終わったら、今度は1、4パーぐらいですかね。で、1、4パーが終わったら、今度2、9パーあたりですね。定価が一応4万9800円にしてるんで、まあこんな感じで上げてきます。はい。こんな感じで上げてきますよ。だから今、本当に最安値で買いたいっていう場合は、ここは最安値ですから。はい。別にこっちで買っていただいてもいいですよ。4万9800円だったかな、定価。それで買っていただいてもいいです。これなんで用意したかっていうと、僕はドリームアカデミアやってるんで、ドリームアカデミアに入ってほしいんですよ。で、ドリームアカデミア30万です。はい。30万は吉田さん無理ですっていう場合は、まあ、この 3N、まあ、ポータルサイトももう作りましたから、もう塾並みです。ポータルサイトも作って、ドメインも取って、もう塾並みに講義の方入れていくんで、じゃあその塾入れない場合は、こっち、こういうのあるよっていう。だから、まあ、安い商品はいつも通りセミナー映像ですよ。セミナー映像は安く売ってきますけど、これはもう教材ですから、もうノウハウも本当にその何をやったらいいか分かんないっていう、何をやればいいかっていうノウハウというか、その具体的なその、やり方、まあ画面キャプチャーで、画面キャプチャーでここをクリックしてこうやりましょうみたいなのが入ってます。で、僕はセミナーいつも通りまた今年もやってって、セミナーが終わったらセミナーを映像販売する、セミナーをやる、セミナーを映像販売する、これを繰り返していきますけど、それはまあちょっと休みに、設定して販売していきますけど、これはもう教材なんで、でしかもまあサポートもねずっとやってるし、うん、だからドリームアカデミア入れないんだったらこれもあるよっていう、こっちはまあ5万円ぐらいですよと、ね、5万円ぐらいだけど内容もめちゃくちゃいいよっていう、まあ、そんな感じで販売したいなと僕は思ってますんで、まあ、今最安値ですから、最安値でもし買いたいっていう場合は、まあ、今回の機会に最後1日再リリースしますんで、これで申し込んでおいてください、本当に。で、あとお問い合わせ申し訳ないですけど、もう次お問い合わせ来てもちょっと申し訳ないですって断りますよ、今回は。申し訳ないですけど、もうさすがにやらないです。お問い合わせ来てももうちょっと対応はできかねますんで、お問い合わせ来たら、すいません、もう販売終了したんで、まあ、値上げ、またまあこの商品また売っていくと思うんで、その時にお願いしますっていう感じで返します。はい、ということで、まあそのお問い合わせに関してもちょっと申し訳ないですけど、もう対応、これ1日だけでちょっとご勘弁いただければなと思います。はい、ではですね、これで動画の方終わりたいと思います。まあ明日またご案内しますんで、明日何時か分かんないですけども、明日一日、受付をできるようにしますので、何時にしようかな、
わかんないです。ちょっと時間はすみません。 LINE アットとかの方とか、まあいろんな媒体でちょっと告知はしますんで、動画も撮ります、もちろん。はい、ではですね、これで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。